はい、じゃあ今日は皆さん生姜の剥き方と、あと生姜を買うときね、スーパーでこの時にどんな生姜を買ったら一番柔らかくて美味しいか、筋っぽくないやつ、そういうのをちょっと探してみましょう。ちょっとこちら映してくださいね。こうやってね、生姜はこうわーっとこう大きくこういっぱいくっついてるね、本当はね。くっついてる中でこう選ぶときに一番買っちゃいけないのどれでしょう、わかりますか？これね、これとかこれ、これがついてて、この周りにこうついてるから、ここが一番力強い、筋がすごく強いんで、これ硬いです。で、一番端っこの方、この周りにこうついてて、こうついてるよね、こういう風にね。ただこういう端っこの方ね、こういうとこが一番新しくて一番柔らかくて美味しいんで、こういうのを買いましょう。で、生姜の剥き方ね、ペティナイフちゃんと研いでね、持ち方、この第一関節ね、ここでしっかり持ちます。こう縦にこう包丁を動かさなければ包丁切れませんので、こういう風に持って、ここを先っちょ3センチぐらい余らせます。そしたら、まあ、それにね、こうスプーンでこうこそげ落としてやってもいいんですけど、結局スプーンでやってもなんかこう奥の方に傷んでるやつ取るときとかは包丁で結局やるんで、その持ち帰る手間が結構大変なんですね。もう最初から包丁でね、こんな感じで取っていきます。で、これね、こういう難しいやつ、形、これどうします？これスプーンでこの中とか取れないよね、こういうとことか。これはペティナイフをこういうふうに短く持つと、こうここ入れたとき、ここでターンして帰ってこれるね。これかな。ここ、こう入って、ここでターンして帰ってくる。ね。で、ここ中までちょっと色変わってるときは切れるけど、ちょっと大げさに取っちゃいましょう。ね。ここでターンする。ね。でここ一周今してきたんで、そしたらこう手首のスナップを使ってこうね、入れてって、こういうとこもこういうとこもこう生姜をね、こう包丁だけ動かしてないで生姜を動かしてあげる。せっかく左手も使えるんだから、左手も上手に、右手をアシストしてあげる、ね、こう入れたのをこう返してね、でこうこの生姜の形に沿って動かしてあげる。こんな感じですね。はい。これがポンと。こんな感じで、こう生姜はね、いろんな形してるからね、ワンパターンじゃないんで、この形の違いを毎回毎回楽しみながらやる。この形はどうやって克服しようかなみたいな考えながら向いていっていくと、この達成感を味わいながら生姜が剥けます。生姜剥くの楽しいですね。こうね、ここもこう、ここでターン、ね、こんな感じで剥いてって、これをスライサーでスライスして、ガリにしたりとかですね、生姜の醤油漬けなんかやってみたらいいと思います。じゃあ皆さん、生姜ね、体めちゃめちゃ温まって、健康にいいんで、ぜひ積極的に食べてください。シャオー。